それは彼方への巡礼でもあり、呪いのような旅でもあった。人の世界から逃げ出した獣たちの聖域、人類という布によって覆われた別天地、いつか交わした遠い約束、互いに忘れるはずの出来事を、私はいつまでも胸に抱えてただ歩き続けた。ここに彼がいる。人の節を奪った優しい竜が。起きてください。もう決してあなたを一人にしません。ではありませんよ。なら行こう。え？だって待つ必要はもうないんだろ。ええ、新しい世界があなたを待っていますよ。でもその前に大切なことを伝えないと。私はあなたに恋をしています。